こんにちは、マケノです。本日はフェイスリフト手術の持続期間についてお話したいと思います。フェイスリフトの効果はいつまで続くかについて説明したいと思います。フェイスリフトの手術をするとお顔の重心が上がって滑らかなですね、フェイスライン。 まあ、凹凸のないお顔の表面を作ることができます。もちろん改善には個人差がありますし、改善できるレベルはですね、限界はあるんですけども、主にねこういった結果が期待できます。これはよく誤解されてるんですけども、フェイスリフトの手術をすると、たるみの進行を抑えることはできます。これは抑えるというのはですね、進行速度を遅くすることができると。 いう程度であって、止めてしまうわけではないんですね。これ誤解なんですね。止めれるわけではなくて、遅くするっていうのが正解です。遅くするですね。なので、これが、まず、しといていただきたいと思います。この後、治療効果が人によって、最初にですね、100点もいれば、80点の人もいると。まあ、引き上がりのですね、程度を、例えば80点の人も100点もいるというのもありますので、まあ、これがですね、 じゃあ人によってどれぐらい続くかっていうのはまずこの仕上がりの程度が違うんですね。例えば術後のアフターケアをしっかりしていただいたら100点になる近づく人もいますし同じ手術をしてもアフターケアをしっかりしないと80点もしくは60点になっちゃう人もいるんですよね。これに関わるのはアフターケアとか、まあ、手術前のですね、手術前の状態、個人個人の お顔のですね、形態だったりとか、ゴツゴツしている人は上がりにくかったりとか、丸い滑らかな骨の人は上がりやすいんですね。あとは、手術歴ですね。過去にまあどんな手術をしたかっていうので、やっぱり癒着が強くて、まあ、引っ張る材料が弱かったりとか、そういったもので、やっぱり効果が変わってきます。同じ手術をしてもですね、仕上がりがやっぱり差が出てくるということですね。で、その後ですね、術後の半年間のアフターケアを超えた後の、 6ヶ月間以降のですね、当院で経過観察をする6ヶ月を超えた後ですね、その後のメンテナンスっていうのも非常に重要なんですね。でメンテナンスについてはあの別の項目でお話しますけども、これをしっかりすることによって、先ほど言ったみたいにですね、老化のスピード、例えば上がまあ良い状態と、横軸が時間だとすると、 ここのポイントから通常だと年齢とともにこういうふうに下がっていくですね老化これが自然状態の老化の経過とするとフェイスリフトの手術をすることによってまあゆっくりなっていくと遅くすることができるとこの遅くするこの角度もですねメンテナンスによって変わってくるんですよねなので例えば100点の人でもメンテナンスがいまいちだと急降下しますし 80点の人がですね、メンテナンスすごいしっかりしていればもしかしたらこうなるかもしれませんね。なので僕はよくあの手術の時に、先生のフェイスリフトは持続期間をどれぐらい持つんですかって聞かれることがあるんですけども、こういった条件が非常に関わってくるので、何ヶ月とか何年とかっていうのは言えないんですね。 本当にシンプルに患者さんがこう理解してもらうために例えば5年とか10年とか,なんかこう適当に流すことはできるんですけどもこういうことを考えてしまうのでどうしてもです、ね、こうせあの答えられないって言っちゃうんですよね。そうするとえっみたいな顔されるんですけどもこういう説明をです、ね、一からや,やっていくとすごくくどいあの説明になってしまうので、まあ、人によって違う話になってきますってことで説明をしてるんですけども実はこういうことなんですね。なので まあ、手術の結果、まあ、私がお約束するのは、まあ、ベストな手術を、私のですね、経験と技術を持ってベストな手術を行います。これはまあ、もちろん人の仕事な、手仕事なので、完璧な手術とは言えません。ただ、私にとってベストな手術をまず行うと。で、患者様は、えっと、手術前にですね、体調を整えて、術後、アフターケアをしっかりしていただく。 術後は、例えば、一、二週間は結構晴れますので、その間は、まあ、できるだけ、こう、仕事を入れずにですね、リラックスして過ごせるような環境を作ってもらうと。手術歴なども、正確に、医師の方に伝えてもらうということをしてですね。で、あとは、えー、メンテナンスを頑張ってもらうと。まあ、これが一番、こう、大事、やってほしいことになります。で、それでできた結果がですね、ベストな結果と思います。なので、まあ、私たちはですね、医師、 とと患者様のチーム医療だと私だけでもダメだし、患者様だけでもダメだし、二人でしっかり頑張ってベストな結果を出すというものが、まあ、あの、治療だと思いますので、まあ、こういったあの、問題だということで、どういうふうに僕は、あの、持続期間に聞かれる場合はですね、心の中で、まあ、僕だけの、 あの、頑張りじゃ届かないところがあるから、その患者様がですね、まあ,あ、って、そのカウンセリングの中だけだとですね、その患者さんがどこまで術後頑張ってくれるかについてもわかんないですよね。なので、例えば僕が5年持つよって言っても、患者様がこう、アフターケアをしっかりしてくれないと、1年とか2年ぐらいで効果がなくなっちゃうかもしれません。そうすると、先生、5年持つって言ったじゃないですか、って言われる可能性もあるんですよね。 そこは僕はちゃんとアフターケアをしてほしかったなと思うんですけどもただそこはもうわからないです実際はあの構想、まあ、は言ってもちゃんとやってくれたかもしれませんしそこはもう僕たちも医療者側としては患者様のプライベートのところまではわかりませんのでベストな メンテナンスをしていただいたというふうに僕たちはまあ思って行動しています。なので、その結果がベストな結果と思ってお互いな、まあ、全力を尽くしてですね、やったことに対してまあお互いまあそれで納得するというふうに説明しています。最初の段階でお答えできないっていうのはそういうことですね。持続期間っていうのはいろいろな要素が関わってくるので、どれぐらいこう効果を伸ばせるかはですね、 まあやってみないとわからないということになりますけどもまあ、こういったことをしていただければかなり長く持つと思いますこの施術は福岡の牧野美容クリニック大分の牧野皮膚科形成外科内科院でも取り扱っていますので興味のある方は概要欄の URL からホームページをご覧になってくださいこの動画が良かったという方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いしますまた質問などがあればコメント欄にメッセージください次の動画でお会いしましょう